キア自身2回目の完投勝利、好調日ハム貯金を、西武対日本ハム山崎福也が先発。小兵が多いスタメンだな。ホームラン打っても使われなかった割には5番に送ってことは石井は打撃評価されてるのか。軍事お休みかでずっぱりの選手は疲れてくる頃だろうし順次休ませる感じかね細川は便利屋として相当期待されてるな答えられるように頑張れ。今日は足でかき回してしっかり守ってなんとか手試合想定だな。今日は中継ぎ引きずり出せるかやな。DH 万波？投手戦になるだろうから守備重視のスタメンにしたんかな。アリエル・マルティネス平から初回先制タイムリー。さすまる。来た。マジで上がってるなマルちゃん。ハムの4番グワチョ。点入っちゃったよ。あの平から去年平にかすりもしなかったのに。チャンス丸。素晴らしい攻撃。日ハム磯畑良太さん盗塁ができない。知ってた。相変わらずの盗塁失敗。磯畑スタート遅いのか？ちょっとけつまずいてスタートする。下手すぎる。ビクボの遠い目。余裕のアウトで草。山崎福也5回までパーフェクトピッチング。福也ローテ守ってくれるくらいには思ってたけど正直ここまで防御率よくやってくれるとは思わなんだほんと味方でよかったわ。福也のおのお希望。惚れてまうやろう。素晴らしい俺たちの福也5回58球5奪三振無四球無失点。よし福也も完封来るか。サクサクやなうちがサクサクやられるのは何度も見る光景だけど逆は見慣れない。6回裏か猫のタイムリーで失点11の同点。水の補給は良かったんだがな完封勝ち狙おう。そしてノーアウトのランナーか。記録ならず。やっぱこの回が勝負眼。同点までで頼む。金子怖えな。追いつかれた。同点好調金子にしてやられた。やられた。これはうまく打ったわ。山崎6回79に安打5奪三振無四球1失点。8回表アリエルの犠牲フライで再び勝ち越し。最低限来た。来たー。はい丸ありがとう。丸ちゃんナイスよー。注文通りの犠牲フライやな。仕事をちゃんとできる人ってほんと好き。これができるのがアリエルなんよな。接戦強いね本物なんだなやっぱり。山崎福也さん安打1失点無四球完投勝利きたー。おめでとう。ハム砲福也素晴らしい。勝利きたー。素晴らしいスイスイ投げ切った。福也最高や。無四球は素晴らしい。サチトラは控えめに言って最高です。マジで誰がエースなんだこれ。福也7年ぶりの完投らしいねちなみに前回の相手はハム。細川も良かったなぁ下手に内野できない方が使われてたか使ってあげてほしいわ。平に勝ったの大きいなこうなると明日も勝ちたい。明日は福島か根村かな。福島くんは気負わずに投げてほしいね明日。ソフトバンクが負けないから差が縮まらん。あまりにも接戦に強すぎるソフバンが負けないのはしゃあないとりあえずついてけるだけついてくのが大事や。さあ山崎福也投手の見事な完投勝利でまたしてもカード頭を制した日本ハムですが。明日先発予定の福島投手も前回のような素晴らしいピッチングを見せてくれるのでしょうか？ぜひぜひ皆様の考えも教えてくださいね。ご視聴どうもありがとうございました。